きなこっこチャンネル。はい。あ、前髪がちょっと前髪が内側だけいつも横になるのなんでなまず。よし。はい。皆さんこんにちは、きなこっこです。今日紹介するのは自粛生活シリーズ8日目で出てきていたプラレール回転寿司の詳しい作り方を紹介しようと思います。はい、怖えわ。これめちゃくちゃ作り方簡単なので、もうお子さんがいる家庭とか、もうめちゃくちゃ子供向けいいと思います。すぐにできるし、お誕生日の時とかにやってもすごいおすすめです。盛り上がること間違いなし。では早速作っていきます。前に、では材料の紹介をしたいと思います。はい、まず、プラレール。うちのプラレール、これで全部です。回転寿司するにあたっておすすめの車両があって、どこ行った？あった。やばいやばい、喋り出したと思うんですか。これですね。ゴードンがめっちゃ喋る。私 with ゴードンでやるわ、今日の YouTube。 おすすめの車両これですね。めっちゃ喋るやん。これ貨車。え、マジでうるさい。ちょっとゴードン、ちょっとマジで静か、今 YouTube 撮ってんだけど、マジでちょっと静かにしてくんない。え、どこで乗るわけお前って。お、よし、一生眠っとけど、ゴードン。このプラレールの貨車のシリーズのやつですね。普通のプラレールのこういう電車だと、ここの座高がすごい高くって、すごい不安定になるんですよね、お皿乗せた時とか。でもこれとかだったらすごい低いので、なんかそんなにぐらつきもガタガタせずに安定してお皿乗せれるので、こっちの方がすごいおすすめです。ちなみに私これメルカリで買いました。めっちゃ安かった。はい、じゃあ次、この強力両面テープ、やっぱぐらつきがすごい気になるので、強い強力な両面テープを使っていこうと思います。これコースターです。これを土台にしようと思います。お寿司を入れる用の紙皿を回るときにお皿とお皿がぶつかって落ちちゃったりとかするので、ちょっとちっちゃめの紙皿がおすすめです。ちなみに全部ダイソーで買いました。最後に使うのこのマスキングテープですね。私これ無印のマスキングテープなんですけども、何でもいいです。もう100均にもマスキングテープいっぱいあったりするので、もう全然それでも大丈夫なので、もう自分の好きなマスキングテープを使ってください。きなこっこチャンネル。はい、では早速作っていこうと思います。これうち本当は歌詞もう一つ青色のやつがあるんですけど、ちょっと今行方不明です。もうすぐどっか行く、すぐなくなるものが。もう作り方超簡単です。まずこのマスキングテープをこの滑車の真ん中のところに貼り付けていきます。2枚ちぎってこんな感じ。これなんで真ん中にマスキングテープ貼るかっていうと、この強力な両面テープを貼り、うわっ、噛むもめっちゃ噛むもん、いや、この真ん中にこの強力な両面テープを貼っていくんですけど、こう回転寿司で遊び終わった後にも普通のプラレールとして遊ぶときに両面テープが外れなかったらちょっと困るので、先にマスキングテープをして、その上から両面テープを貼って、で遊ぶときにこう剥がして取れるような形にしていきたいと思います。よし、全部貼っていきます。全部貼れました。次はこの強力な両面テープを貼っていかー。めっちゃ噛むの、クソ野郎の。ハサミハサミハサミ、よっこらしょ。ハサミあった。ハサミをいい感じで切っていく、違う、切るのはハサミじゃねえな。両面テープをいい感じに切っていきます。1、はい、このマスキングテープの上に貼っていきます。ペタリンコ、え、やばい、ちょっとこれ大きすぎたかも。まあ大丈夫でしょう。はい、貼れた。え、全部貼っていきます。じゃん、全部貼れました。次このコースターを上からさらに貼っていきます。これコースターも後でなんか使い回ししたいって人は、こっちのコースターにもマスキングテープ貼った方がいいかなと思うんですけども、私こいつがどうなろうと別にどうでもいいので、このまま貼っていきます。真ん中に来るようにね。今3時やぞ。3倍ぐらいないとるやないかい。真ん中にギュッギュッギュッってして貼っていきます。はい、貼れた。もうこれで結構もう頑丈にくっついてるんですよね。
残りのやつも貼っていきます。はい、2個目。はい、3個目できた。もうすぐだね。あっという間。完成です。もうこれでね、マジで8割型できた。うん、ぐらつきもないし、いい感じです。じゃあ次はプラレールで線路を作っていこうと思いまーす。せーい。あん、少々。あー、すっごい。あはは、あ、事故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 。事故った。きなこっこチャンネル。では早速プラレールでレールを作っていきたいと思います。 TikTok の動画の時は机の上でやったんですけど、ちょっと今回ちょっと大きめのやつを作りたいので、今日は床でやろうと思います。よし、作るぞ作るぞ。どうしようかな。こういうの作り出したらめっちゃ楽しいよね。大人の方が楽しんじゃう説ある。なんか子供とかと遊びよってさ、なんか私の方が夢中になっちゃって、めっちゃ楽しい、これここ帰ってしようや、帰ってしようや、こうやってしたらめっちゃかっこいいやったーって言ったら、母ちゃん違うよってめっちゃ怒られるんよね。え、違うの？嘘、辛いんですけどってめっちゃ怒られる。3歳と5歳に怒られる27歳児。スラタン。よし、こんな感じ。こうかな。でここにこの転車台をここに置きます。どうしたらいいんやろこれ。え、きなこ混乱。わかんない。最初にこれから作ればいいや。わかった、きなこ理解。あ、できた。あ、できたじゃない、これ。わ、いいじゃない。じゃあこれで線路ができたので、お寿司を運ぶ重要ポイント、お寿司を引く重要な電車は君に決めた。じゃん、うちで唯一動く EF66 電気機関車。もうお前だけじゃ頼りは。じゃあこれをこれでつなげて、ちょっと実際に走らせてみよう。あー、ワクワク、ワクワクだよ。走るかな。できたできた。よし、走らせてみよう。プラレール回転寿司レッツゴー。落ちたな。あ、ちょっと、母ちゃんが直してあげるけんな。よし、あ、え、いい。え、いいかも。え、かわいい。いいよ、見て見て。あ、事故。ここがちょっと事故るな。ちょっと考えよう。はい、作り変えました。きなこ回転寿司パート2。スムーズにここで止まるようにできるはず。はい、もう一回テイク2。きなこ回転寿司レッツゴーゴー。ここで止まってるから、お寿司入れる用のこの紙皿を乗せてみよう。これでゴー。あ、お、あ、いい、いい。え、いいよ。え、めっちゃいい。あ、めっちゃいい。あ、ちょっと頑張って。え、いい、これはいいぞ。できたできた、イエーイ。もうすぐ子供たちが帰ってくるので、今日の晩ご飯はこれでお寿司をしたいと思います。イエーイ。お前が何度転んだって私がその度助けてやるよ。おらー。ちなみに寿司ネタですが、買ってきました。じゃんじゃじゃん、卵オンリー。うちの子らお寿司食べに行ったら卵しか食べんのですよね。卵とうどんとフライドポテトで生きてる、あの人ら。寿司に食べに行った時。本当のお寿司を乗せてプラレール回転寿司をするの初めてなので、ちょっと反応が楽しみですね。では子供たち迎えに行ってきます。きなこっこチャンネル。じゃーん、イエーイ。これなんだ。プラレール。プラレールの回転寿司。いい？いいね。いい感じ？いい感じ。じゃあこれで今日はお寿司をしよう。お寿司を乗せて、いくよ。レッツゴー。あ、す
ごい、いったいった、早いね。頑張って撮ってみんな。お皿取るんや、お皿を取るの。取ったいや、思っとった撮り方と違うけどおいしい、おいしい、次はポテトを流すよ。はい、みんな頑張って撮って。あ、上手。まだ、まだ。あ、すごいすごい。まだまだまだ。はい、みんな撮って、みんな撮って。あ、どうどう。あ、入っちゃった。頑張れ。頑張って撮って。デザートプリンでーす。やったーやったやったやったはい、プリンやったーわ。やったーじゃあいきますよ。よーいスタート。いけるいける。え、みんな頑張って撮って。どう、プラレール回転寿司どうですか？楽しかった。楽しかった。本当？もう一回、もう一回したい？じゃあもう一回しよう。まだまだあるけん食べよう。いっぱい食べよう。いっぱい食べよう。イエーイ、イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。プラレール回転寿司、みんなもぜひ作ってみてねー。